シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表の篠崎です。今日皆様にお話しするのは、お客様からいただいた質問ではあるんですけれども、お安い美容室と普通の美容室は何が違うのかというお話をしたいと思います。すごくこう違うところ、違わないところ、グレーな部分とかっていうのがあるんですけども、 C のというところですね、 C のってのは普通の美容室、料金的にもそんなバカ高いわけじゃないですし、バカ安いわけでもないっていう、川越というところで美容室をやっているんですけども、そこでは中くらいから少しお高いかなっていうぐらいの美容室ではありますし、のはなので、そこをベースにして、例えばもうカット1000円1500円、カラーリング2000円3000円みたいなところとの比較にはなるんですけれども、まず一番違うのは薬剤についての考え方になります。どういうことかというと、薬剤、特にカラーを例にとって言うと、カラーリングっていうのはですね、同じメーカーでもいろんなラインがあって、シードの場合には中野製薬っていうところのキャラデコっていうものを使っているんですけども、なぜそれを使っているかっていうとですね、優しさなんですね。優しさを重視するか、それから、色味を重視するか、それかコストを重視するか。でもちろんね、優しいものとその色味が綺麗なものっていうのは、こう、一般の方にはちょっと分かりづらいと思うんですけど、美容師レベルで言うと、正直言うとこう両立しづらいものなんですね。色味がものすごく出るものっていうのは、アルカリが強くて、ブリーチ力が強くて、色素がいっぱい入ってる。分かりやすく言うと、いっぱい髪の毛の中から抜いて、いっぱい入れるから綺麗な色が出るわけです。優しいものっていうのはあまりこう抜かない代わりに入れる色素も少ない。それはそうですよね。いっぱい抜いてないのにいっぱい入れたら暗くなっちゃうんですよね。なので、いっぱい抜かないで、少量入れるから優しい。でこれはですね、両立できないんですよ。である程度いいところでバランスを取ったものっていうカラーも多いですけども、優しさを重視したもの、色味を重視したものっていうところが、今のカラーリングでは普通に、お店のそのコンセプトによってその選ぶカラーを変えてると思うんですね。でシーノは優しいものを使ってるっていうことになるんですけども、もう一個ね、やっぱりこうコストを重視したモデルっていうのを各メーカー作ってるんです。で、色味も、そこそこ、そこそこ、明るさとかも、そこそこ普通にカラー染まるよみたいな感じなんですけれど、そういったモデルを使うとですね、大体裏事情になるんですけども、仕入れ価格とかっていう話になると、うちらで使ってるカラーリングの半分以下で仕入れることができるんですね。なのでこういったところのコストダウンをしてる、髪の毛のことを考えるよりもコストダウンを中心に考えてるのがお安いさんっていうのがまず1個です。それからこれが決定的な違いだと思うんですけども、人ですよね。人、お安いサロンで働いてる方の文句を言うつもりも、そういったところを経営している方に関して文句を言うつもりも全くないですが、もしこの YouTube を一般の方が見ている、もしくは学生の方が見ている、これから美容師になりたいと思う方が見ていた場合、よくよく考えてみてください。美容師が
カットできるまでっていうのは、シーノの場合には3年でスタイリストになってくださいっていう計画を立てて、一生懸命勉強しながら練習しながらスタイリストになっていくんですが、1ヶ月2ヶ月研修してはいどうぞっていうことではないんですよ。カットに関しては一生懸命練習してやっとこう、まあ、できるようになった、お客様に提供できるレベルになった、やっとなったっていう立場でですよ、料金ってどうですかね、自分が美容師としたら。それはですね、僕がその立場でも、例えばカット7000円とか8000円とかいうところだと、やっぱり僕はまずそこまでお金をいただく自信もないし、ちょっと気が引ける感じはします。ただ一生懸命やってきたのにカット1500円2000円でどうなる、一生懸命今までやってきたことは何なのって感じになりませんか。ってことはですよ、そういうところで働いている美容師の心ってどうなんでしょうね。僕はですね、想像もつかないです。なんでこんなに頑張ってきていろんなことを考えてお客様のためにこうやったらもっとうまくカットできるだろう、こうやったらこの人似合うだろうってずっと勉強してるのに、なんでカット1000円1500円なんですか。それは僕は違うと思うんですね。なのでそういったところで働いてる人って、その頑張ってると思うんですけど、自分が一生懸命頑張ってきたものをですね、お客様に提供するっていう考えがちょっとこう僕らと違うので、僕は想像もつかないんですよね。だからお安くやるその意味が僕はちょっとわからなくて、やっぱりその技術に応じた対価っていうのがあるはずですよね。未熟だとかまだ若いとかまだ経験値が少ないとかっていう人ももちろん、そんだけ勉強してきて、それなりの料金は取っていいはずですし、もちろんベテランになって経験値が上がっていろんな人にマッチングできる技術があるんだったら、やはりもう少しですね、料金をいただいてもいいんじゃないかなって思っているので、ですのでこうカット1000円1500円2000円とかで、パパパパやってしまうっていうのは僕は違う、心が心が違うと思うんです。なのでお安いところと普通のところの美容室の差は、まず薬品の差、それから人の心の差だと僕は思っています。もしちょっとお安いディスカウント系のお店で働いていて、いや私はそういう気持ちでは仕事していない、私は違うっていう人がいたら、コメントをいただいてもいいですし、文句言っていただいても全然結構です。ただもしそういう気持ちでいるならば、そのお客様のことを考えて一生懸命やってるんだっていうことを考えてるならば、僕はある程度対価を、それに応じた対価をいただけるお店に移った方が絶対に幸せになれると思いますけれど、皆様はいかがお考えでしょうか。ちょっとね、別件になるんですけども、カラーリングですね、カラーリングなんかで言うと、まあ例えばこう毛先の色は全然問題なくて、根元のコンボプリンちゃんだけ気になるんですよっていう場合あるじゃないですか。こういった場合はですね、正直言うと、そのすごいいい薬でも、お安い薬でもそんなに差は出ないです。トーンレベル、こう明るさのレベルさえマッチングしていればそんなに差は出ないです。ただ毛先の色味チェンジとか明るくするとか、そういったところではものすごい差が出ます。特にグレーカラーの方はものすごい差が出るので気をつけてください。
そしてパーマです。パーマは、まあ、男性のショートに関してはちょっとまた違うんですけど、女性の方の、まあ、ある程度肩下とかいうところで、まあ、3、4ヶ月ぐらいに1回パーマをかけているみたいな方でしたら、薬によってめちゃくちゃ差が出ます。例えば2回ぐらいはなら平気だけど、3回目になって一気にバッサーって傷んじゃうとか、いうところはもう薬が絶対良くないですね。髪の毛はですね、無限じゃないです、有限です。その人それぞれのその髪の毛のパフォーマンスっていうのはあると思うんですね。例えば3回パーマかけても大丈夫、4回かけても大丈夫っていう人もいるでしょうけども、まあ、2回ぐらいパーマかけたら一気にバサッて傷んじゃう人もいるんですね。そういったところが、まあ、ちょっとこうディスカウント系のお店のお安い薬としっかりお客様のことを考えて、いい薬を使っているお店では、あのはっきりと差が出てくるので、僕はでも、まあ、薬とかいろんなこと言ったけど、やはり最後に話したあの心、ここです、ここ心ですよね。心の問題ではないかなと思います。あなたがもし美容師ならお客様のことを考えて、可愛くしたい、かっこよくしたい、幸せにしたい、髪の毛みんなにいいって言ってもらいたい、だから一生懸命練習するし一生懸命勉強するし、僕らまで20何年経ってもやはりこうウィッグ切ったりとか、いろんなセミナーに行ったりとかしていろんなカット技術を身につけたり、自分の仕事のやり方を変えたりとか、それでみんなお客様のことを考えてやってるわけじゃないですか。そういうふうにいろんなことを考えているのか、いればあなたがもしそういうふうに考えているならば、どういう美容室で働きたいのか、1000円、1500円、2000円とかのディスカウント系の美容室なのか、それとも、まあ、川越でいうと4000円から5000円ぐらいの通常料金をいただいて、しっかりお客様と向き合って、仕事をしたいのか、よく考えてみてください。そしたら自分がどういう美容室に行ったらば、幸せになれるのか、思い通りにしてくれるのか、可愛くしてくれるのか、かっこよくしてくれるのか、私のことを親身になってしっかり考えてくれるのかっていうことを考えたら、どういう美容室に行くかっていうのも見えてくると思うんですよ。これがディスカウント系の美容室さんと普通の美容室の差だと思います。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いいたします。いただいた質問は誠意を込めてしっかりお答えいたしますので、よろしくお願いいたします。今日は5月の10日ですが、最高気温が28度予想ということで、熱中症等に気をつけて皆様一日お過ごしください。それでは失礼いたします。さようなら。チャンネル登録よろしくね。